はい、初日12レース走ります。山崎健太選手です。よろしくお願いします。お願いします。前走は久留米記念優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今年初の競争だったと思いますけども、振り返ってどうだったでしょうか。そうですね、準決勝と決勝は3番手で初めてだったんですけど、まあ、いろいろ勉強になって、まあ、結果はまあラインのおかげですけど、はい、また自力でしっかり頑張っていきたいです。今回33番区ということで、松戸の印象どうですか。そうですね、走りやすいイメージがあります。今回なんですけど、特選は9勝1人になりますけども、戦い方はどうされますでしょうか。短期で自力で頑張ります。メンバーの印象はどうですか。そうですね、みんなスピードがあって長い距離行く人もいますし、いろんな展開があるのかなと思います。スピードが多分上がると思うので、しっかり対応していきたいです。しっかり力を出し切るという。はい。前回の、クレメカ2週間ほど空きましたけども、練習とかまた状態面というのはいかがでしょうか。そうですね、練習はしっかりできたので、はい、状態もいいと思います。ナイターとかこの7つっていうのは印象はどうですか。夏の方が動きやすいですね、僕は。やっぱりナイターもゆっくりできるので、少し、はい、いいと思います。わかりました。では3日間に向けての意気込みをよろしくお願いします。はい、しっかり1着目指して頑張ります。応援お願いします。